鹿屋市に今年7月オープンしたゆいサンマリノ。サンマリノ産のワインなどを取り扱うセレクトショップを兼ねたレストランです。朝8時にオープンし、予約があった1日1組だけをおもてなしします。切り盛りするのは県外から移住してきたこちらの3人。年齢も住んでいた場所も移住してきた理由も様々です。ちょっと燃え尽き症候群みたいになっていたので、やっぱり自然があるところでないと回復できないよという話でこちらに来ました。東北の震災の後、老後どう生きようかと思った時に、店で味わえるのは客の好みを聞いて作るコース料理。料理を担当する東京都出身の吉田真希さんは、鹿児島にやってくる前の12年間引きこもり生活を送っていました。その時はもう働くこともできないし、人と話すこともできないし、このまんまじゃもう自分は親が死んだら一緒に死ななきゃいけないっていう風なことを思ってしまって、それではいけないと思って、なんとか出ようっていう。そんな3人を引き合わせたのが、レストランのオーナーで鹿屋市在住の人材育成コンサルタント藤山邦子さんです。新しいことにチャレンジする自分を楽しんでほしいとレストランを開業することにしました。店名のサンマリノは、藤山さんがサンマリノ共和国大使館の特別顧問を務めているのが由来で、店は大使館の特別推奨店にも認定されています。特許を取った生ハムで、死亡率が非常に低い生ハムです。店ではサンマリノ共和国から輸入したハムなど、鹿児島ではなかなか味わえない貴重な一品も使いながら料理を提供していて、朝食なら450円、昼食なら650円と財布に優しい価格設定も魅力です。食材にとてもこだわってらっしゃって、味付けもすごく自然な味で、とても私は気に入ってます。よそから来ていただわざわざ来ていただいてすごい嬉しいですね。オープンから2ヶ月余り、3人はお客さんとの出会いや働けることの喜びをかみしめながら日々を過ごしているといいます。もう仲間がいてとっても幸せです。駆け込み寺というか、皆様が気を使わないでおしゃべりだけでもお待ちしておりますので、コロナの中で行くところがなかったらこちらの方に来ていただきたいなと思いました。地域の皆さんのご来店をお待ちしております。